こんばんは。やっほー。今日もね、さっきまで寝てたから顔がむくんだ。ダメだ、もうこの時間本当に眠い時期入った。こんばんは。またかいって思われそう。またなんですよ。最近早起きだから夜が眠たい。こんばんは。春は眠たくなる。確かにね、暖かいからね。本当にね、めっちゃギリギリまで寝てました。58分ぐらい、なんならちょっと23時00までベッドにいたぐらいは寝てましたね。ダメだ。いや、いいことなのかもしれない。ダメじゃないかも。健康的です。こんばんは。寝たままでもいいのに。いやー、そうね、確かに寝たままでもよかったんだけど、起きました。今日は撮影でした。うん、いい感じに撮影してもらいましたという安心感から、本当はもうちょっとちゃんとした顔だったんですけど、一回寝ちゃったからむくみました。まつぱしたんですよ。したらまつげめっちゃ上がって、ルンルン、パリジェンヌしてきた。メイクちょっと落ちちゃった。いい感じじゃない？1万円のまつげ。ほっぺツンツンしたい。ほっぺね、むくみだけじゃないですね。ほっぺはもともとあるんです。いい感じで素敵、ありがとう。お、ミラーボールありがとうございます。そうなんです、今日やってきた。意外に変わるけど、メイクめっちゃやりにくい。すごい慎重になりますね。これでアーシャを切ってきました。アーシャを取ってきました。意外に、うん、いいんじゃないかなとは思う感じだったけど、いや、わかんないよね、何が選ばれるか。でも何が選ばれても多分そんな、今年のアーシャが、今年っていうか去年か、去年のアーシャが本当にもう自分の中で過去に一番あんまり好きじゃなくて、それよりかは全然マシって感じ。でもあるよね、私がそう思ってるだけで、多分皆さんとか他のスタッフさんとかは多分何も思ってないと思うんですけど、自分はね、そうだったんですよ。なのでちょっと今年は若干期待しつつ待ちたいと思います。まあ多分まだまだだと思いますけど、期待しちゃいます。期待はするほどでもないかもしれない。去年の嫌って言ってる声のなんでだろう、首が詰まってるからかな。
首が詰まってると首が短く見える。こんばんは。今年も外で撮ったんかな。今年も撮ってきました。海の。今年も眩しかった。楽しみに待ってる。ぜひお楽しみに。チュ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 ン。てててて。昨日誕生日でした。おめでとう。おめでとう、おめでとう。この間のタバーのお礼をちょっと捨てないからしようかな。おととい、あー小銭が、失礼、ちょっとうるさかったかな。ちょっとおとといのタバーのお礼がまだできてないのでします。少々お待ちを。きのこのみさん、この間はタワーありがとうございました。おとといかな。ありがとう、サンキューです。もう一人ゲストありがとう。トートさん、この間は1万どんぐり分のフィルターありがとうございました。遅くなってしまいました。サンキュー。よし、こんな感じでございます。おとといの分パチパチ。こう言われるとたくさんタワー投げたくなる。タワーね全然大丈夫です。ありがとう、投げなくて大丈夫。お、フィルターもありがとうございます。お話し会をねフル完売目指してるので、そちらの方もよろしくお願いします。全然合わないな、こうしないと合わないのか。ありがとうございます。クマ、クマもありがとう。すごいなんかさ、ショールームの なんだろう、変わってるっていうか、なんか増えてる機能が。ギフトありがとうございます。なんていうの、なんかこの称号みたいな、なんかすごいなって、新しいものがどん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 追加されてくるんですね。今日誕生日おめでとう。今日誕生日、明日誕生日が多いね。コメ欄の感じも変わったね。あ、本当？コメント欄はあんま変わってないかも。なんか来場みたいな、なんとか何回目の来場とか、そういうのがすごいガラッと変わった。最近さ、あんまり配信そんな、まあやってるけど、なんかそんなに長時間とかあんまやってないから、なんかこんなこういう感じやっけって。なんなら一昨日もやってたけど、
こんな感じだっけって思う。あ、コメント欄に隙間ができた。あ、確かに。あ、どうだろう、なんか前からだったような、言われてみればそうかもしれないような。確かに。あ、そういうことか、コメント欄の隙間って。確かになんか余白が増えてるかも、若干の。あー、そういうことか。うん、まあどっちでもやね。クマありがとう。あ、でもなんか読みにくいっていう人と読みやすいっていう人がいるね。うーん、どうだろう、まあ、うん、あんま変わんないかな個人的には、個人的にはあまり変わらないかな。ファンレベルがよくわかんない、それのどういうこっちゃ。汗汗、ついていけない、ハイテクに。タワーありがとうございます。りょうやさんありがとう。書かせていただきます。変わっていくんだね。お礼書きます。レベル1って受けた。レベル1にとかあるの。りょうやさん、タワーありがとうございます。公演もお待ちしております。Thank you。どうやってそのレベルは決まるん？私は逆にレベル何なの？よくわかんないね。俺レベル1。イエーイ、低いでやんの。視聴時間とギフトとコメント数を全部頑張ると上がるけど月1でリセットされる。へえ、そうなんだ、月1でリセットされるんだね。じゃあ、あんまり意味ないね。まあでも1ヶ月頑張りたいっていう人がいるならいいかもな。そっか、どうせならね、何ヶ月も何ヶ月も継続させてもくれたらいいのにね。ワイもさっきレベル1になった。なるほど、この間まではレベル1じゃなかったのね。私は 何レベルなんだろう、ちょっとわかんないっすね。おきちゃんにレベルバレたくない。いや知らないよ、わかんない、見えてないです、その人のレベルとかは。なんかついてるなとは思うけど、なんかバッチみたいな、その言わなきゃバレないから言った人は今もう覚えた。俺レベル1って言った人はもう、あ、レベル1なんだ。自己申告制でバレましたが、基本は言わなかったら見えないですね。コメントすればレベル上がるんかな、どうなんだろう。ちなみにおきちゃんのルームレベルは1621です。やば、戦闘力兼ね備えすぎですよ私。
これでも5年の積み重ねだからな。やばいわ、もう他と違うわ。ごめんごめん皆さん、私人と違うんですよ。あなた方多分1とか10とかそこら辺で争ってらっしゃるんですけど、ごめんなさい、私仙台あるんですよ。ごめんねもうスカウターパーンだよ、パリーンってなっちゃう。ごめん、すまんな。まあ皆さんは下々で争っててください。私はもう仙台なんで。でもね、 STU のねレベル、ルームレベルやばい人めっちゃやばいからな。私なんてあの四天王の中にも入れない最弱、マジすごいんですよSTU やばいんですよ。今度見てみて、あかりんさんやばいよ、絶対やばい私もね、なんかルーブレベルがどうやって上がるのかよくわかんないんだよね。なんか気づいたら1600まで来てしまった。気づいたら1600まで来たっていうのやばい、強者発言すぎる。四天王最強は誰やろ。四天王最強はもうあかりんさんとかみっちさんとか強いんじゃないかな、そこらへんは。でもなんかよくわかんない、ルームレベルが上がってるからどうとかないんだよね。特に今村さん3600うわ3600、それはもうやばいです強すぎた強すぎ単語。ちょっと私もうあの言葉にするのやめます、教師発言やめます。教師発言はもう僕はやめときます。最高はどこまであるの？わかんない。どこまでですかね。いやーお腹すいたな。ご飯食べました？私はねまだ今日一食しか食べてなくて、もう朝からね全然ご飯を食べる機会がなくて、お仕事終わって。なんか4時間ぐらい経ってから満を持して食べたんですよ。で満を持して食べたからかめっちゃいっぱい食べちゃって、そう、もうファミレスで一人でバカ食いして、今お腹空いてきてます。ダメだ、何食べた？唐揚げとパフェ私さデザート頼むんだけどさ、だいたい食事と同時に持ってきてもらうんですよ。で同時食べするんだけどさ、あんまいないのかな。何パフェ？プリンパフェ。2日連続で一人ファミレス行ってる。昨日サイゼで今日ガスト。最後に食べない、最後に食べない。もうねすでにっていうか、ガストはあの食事に持ってくるか食後に持ってくるかの項目があるから、もう食事と同時って言って、サイズはもう自分で書く。食事と同時にお願いしますってどうじぐい。でもそんなあれよ、ご飯の代わりにパフェ食べてるわけじゃないよ。違うよ。なんだけど、なんかこう味変の一種で食べてます。いっぱい食べてる。最近一日一食の爆食いになってきてる。ダメだね、こまめにこまめにちゃんと食べなきゃだ。
皆さん何か食べました？夜ご飯。僕は結構お腹空いてます今。ご飯のことを考えるとお腹が空いてきた。お、いいですね。なんかいろいろ食べてますね。うらやましい。お腹すいた。冷蔵庫に何かないの？私は基本冷蔵庫に何にもないですね。飲み物しかない。自炊最近してないんだよね。飲み物飲もう。ちょっと飲み物持ってきます。このお腹が減ってる時は飲み物で。空港を出そう。よいしょ。これなんかナナさんのファンの方からいただいた、ナナさんの卒コンのラストコンサートの時の、なんだろう、こういうのなんていうの、なんか有志で作ったやつ、マグカップ。ドトールのカフェラテ、これかわいい。カフェラテタイムしよう。乾杯。さまざまなナナさんを見ながら。ま。ケピー。ケーピー。岡田奈々の落とし穴チャンネル見ました？なんかもう懐かしく感じちゃったよ。あの STU の、ね、奈々さんのラストコンサートの、あの様子、まあ、メイキングみたいなあれ見てたんですけど、結構長かったですね。すごい、あ、こんな感じなんかだったんだって、他のメンバーとか自分の知らないところの。面白かった。いいね、あんなあれが無料で見れる時代っていい時代に生まれましたね。風のもアイムシュアに興奮してたね。めっちゃ磯貝さんと風さん、自分らがなんかアイムシュアやってる時に、確かになんか裏でメンバーが騒いでたみたいなのは聞いてたけど、様子を知らなくて、あ、こんな感じになってたんだって思いました。ナナさんはもうなんかうんうんみたいな顔で見てて、フーさんとかなんか写真撮ってたよね。門脇さんいた。そう、みゆみゆさんも来てた、多分見てたと思う。そうなんですよ。いや、面白かったね。ちなみに私あの日へそ出しのレッスン着着てて、ちょっとなんか生きてたら撮られてた。普段全然着ないんですよ。なんかダンサーっぽいさ、ダンス服みたいな、なんかその日に限ってね着てたらね、ちょっと生きてたんですよ。いや本当はシャツ着てたんですけど、なんかリハでね一回衣装を着て、でその後着替えて私服でリハしてたら、からシャツ脱いでやってたら、すごい
映ってたよ。なんか私ダンスあんまり上手くないのにダンサーみたいな服着てるって思われたらどうしようって、なんか謎の、多分見てない人の方が多いと思うけど、謎のなんか不安をよぎらせてた。どうしようってそうなんですよ。なんかテンション上がるよね、ダンサーっぽい服着てたら。すごいなんか急にみんなのレベルが上がってるんだけど、どうした、なんか何があった、みんな何あった、なんか同時に経験値でも手に入れたの、私だけこれ見えてるの一気にみんなのレベルが上がってるんだけど、なんなんやめてくれる、急にあのみんなで仲良く経験値上げるの。視聴時間によるの？今何分経ったん？ワイもレベルアップしたい。置いてかれてるよ、頑張って頑張って。26分、25分超えたらってことなのか、ちょっとよく分かんないな。なるほどね。まあ皆さんがいくら上がろうとも1600何本の私に勝てますかね。その上には3000いるんだぜこういうのなんだよ、虎の威を借りるなんたらみたいな、狸だったか狐だったか意を借りまくりの奥さんでございますスネ夫みたいな、ジャイアンの影におるスネ夫みたいになってるSTU の中だったらもうすぐ倒されちゃう。虎の意を借りる狐と虎の狸の川山陽がごっちゃになってる。あー、だから私狸が出てきたのか、なるほどな。例の BGM 流しとく。何例の BGM って何か流そうか、戦闘用 BGM みたいな。あー、スネ夫が自慢してる時の曲なんかあるよね、スネ夫が自慢してる時に流れる BGM あれ何、脳内で流れてました、どんなだっけ、ちょっと忘れちゃったけど、ありますね、それね、急に出てきたね。今出てこないけどあるよね。最近さ、なんか TikTok でなんかあるあるをなんか視聴者参加型のあるあるをこう一緒に見てくみたいな、配信者かな、なんか配信なのかな、配信者の切り抜きみたいなのがさめっちゃ流れてきてめっちゃ面白いんやけどさ、ちょっと見てほしい、良質なあるあるみたいな感じのさ、本当にね秀逸なあるあるをねたくさん教えてくれる動画があるんだけど、ちょっと調べてみて、良質あるあるとかで調べたら出てくると思う。なんかいいあるあるなんや、薬とする
私がねふふってなったのが、美容院でシャンプー終わった後に店員さんにお疲れ様でしたって言われた時、お前がなって思うあるある。確かにお前がなって思うなって思うくない？絶対疲れてるの美容師さんやみたいな。お疲れ様でしたって。いやお前がなって何があったかな。いろいろあるんですよ本当に。いろんな良質な、本当にね秀逸なあるあるが、ね、たくさん紹介されてて、私何がもう本当にね毎回ねふふって思っていいねをするんだけど、最近いいねをしたのはなんかめちゃくちゃ優しい人、めちゃくちゃ優しい人がなんか本当に些細なことの自分の言動とか行動で、あ、ごめんねって謝ってきた時に、その人の無礼の LINE の厳しさにびっくりするみたいな、ビクビクするみたいな。これわかる？あのめっちゃさ優しい人とかってさ、全然こっちが気にしてないこととかでさ、行動とかさ、なんかあの時あれごめんねみたいな謝ってくるじゃないですか。それってその人の無礼のラインがめっちゃ厳しいってことじゃないですか。だから自分がなんかそれをしてしまった時に、あ、失礼って思われてるのかなみたいな。でもそういう時ってさ、大体なんかそういう人って他人がしても何も思わないよね。なんか自分はって感じやけど。なんかでも確かにあるなって思ったなんかあったかな。でもね本当に最近その動画を見るのにハマってて、ぜひ皆さん調べてみてください。すごいねフフフってなる。うん、その人は優しいからこっちがしても何も持ってない。そうなんよね、そうなんですよん最近はね TikTok でそれを見ながら、よし寝るかってなってます起きちゃんあるある、フフフが可愛い、フフフフフフ、ふふふふふふ、かわいい。確かにちょっとふふふって笑ってるかも。ふふふ、お上品にうふふじゃない、ふふふだから。なんかうふふって言ったらさ、ちょっとなんかちょっと違うくない？うふふじゃない、ふふふだから。なんかうふふってちょっと漫画の世界観がサザエさん、そうサザエさん感ちょっと出ちゃう、まあ、なんかマダム感がふふふやから。確かにサザエさんめっちゃウフフって笑ってるイメージで、ウフフ真似できそうで真似できない、サザエさんの声ウフフできないわ。さやかりんはウフフって笑う。さやかりんのウフフは天使のウフフやん。私がウフフって言ったらちょっとなんかサザエさんになっちゃうけど、
あ、じゃんけんの後言ってる？じゃんけんぽ、うふふふ、言ってるかも。今気づいた。笑ってるわ。なんで笑ってんだろう。なんでじゃんけんした後笑ってるんだろう。高笑いしてるね。今週のサザエさんはなんとかの3本です。じゃんけんポン言ってるかも。考えたことなかったな。うん、間を埋めるためのウフフかもしれん。なんかやだよそんな尺で尺調整してるサザエさんなんて。でもあれ確かに音楽に合わせてるもんね。チャチャチャラチャララチャ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 ララチャチャンみたいな、あれに合わせてるもんね。確かに確かに尺の調整してますね。プロですね。プロサザエさん。勝っても負けても愛想笑い。サザエさん別に負けても悔しいとか思ってないでしょ。なんかめっちゃ大人な考え方してそう。これも弱なんだろう。この敗北もなんだろう、悔しいとかじゃなくてなんか違う考え方してそう。必要な負けだとか思ってそう。深掘りするサザエさん。サザエさん見てるの？いや見てないな、全然見てない。サザエさん24歳だから来年オキちゃん追いつくで。サザエさん24歳、若っ。でも昔ってだからサザエさんのさ世代ってさ昭和何年ぐらいか分かんないけど、でも昭和よね。昭和ってさあれですよね、本当に若ければ若いほど嫁ぐみたいな、嫁いでみたいな感じなのかな。そんなわけではないのか、サザエさんが特別若いだけなのかな。だってタラちゃん3歳ぐらいでしょ。そうか、若いね。私若いまま、自分がお母さんがめっちゃ若かったから本当に自慢だった。なんかさ若いお母さんってさ、まあ、お母さんからしたらさ若いさ貴重な20代遊べないからさあれかもしれないけど、子供にとってはめっちゃ自慢なんだよね。綺麗って言われるしさ、お母さんがさ本当にめっちゃ若いんですよ。今42とか今年42とかなんですよ。めっちゃ若いんですよね。だからすっごい自慢だった、小学生ぐらいの時とかお母さんが20代ってことが。でも私は絶対に無理。なんかすごいなって思う。無理だもん。でも結構さ女の子とかさ、なんか無茶っていうか、無茶ではないのかもしれないけどさ、無茶な人生設計立ってる人多いな。私も学生時代さ22までに子供産むみたいな人めっちゃいたもん。若ままになりたいみたいな人めっちゃいた。無理やないって思ったけど
まあそれできてる人もいるよ、できてる人もいるけど、なかなか22歳ってだって大学生とかやからね、なかなか覚悟決めれないよね。私はね、自分の人生の方が大切だったから、でもお母さんには感謝です。ちゃんと育ててくれてありがとうございますって感じ。ねえ、サザエさん24歳なのか、すごいな。 STU に全然入れる年代だよ。STU に全然折れるで。ミサエはいくつ？ミサエ、クレヨンしんちゃんのミサエは28とかじゃなかったかな。わりかし適齢っていうか平均ぐらいじゃない、子供いる年齢としては。28とか29じゃなかったかな。いいよね、なんかちょうどいいって言ったらあれだけど、こう20代楽しんでから後半から結婚して29歳ぐらいで子供を産んでみたいな。のび太ママはちょっとわかんないですね、何歳なんだろう。でものび太くんがもう10歳ぐらいだから30は絶対いってますよね。確かにあれだ、ミサエ28歳だけどしんちゃん5歳だから24ぐらいで産んでるわ。みんなすごくない？そう思ったらすごい、考えられないな、自分が母になるなんて。のび太のお母さん38歳なんだ。あー、まあ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 、のびたまこっていうの初めて知ったんだけど、のびママの名前のびたまこっていうんだって。お父さんはなんか知ってたような気がするんだけど忘れちゃった。たまこママ、うん、かわいい名前かわいくない、たまちゃん、たまちゃんって呼ばれるよね。ちまる子ちゃんのたまちゃんはたまえだっけ、あれ。のびすけか、のびのびすけ、のびのびた、おき子。ちびまる子ちゃんのお母さんは何歳なんだろう。あ、すみれね。ちびまる子ちゃんのお母さんの名前は知ってるんや。すみれ、すみれ何歳だったかな。私んちのお母さん43歳らしい。今のうちのお母さんと一緒ぐらいやわ。私んちのお母さんってめっちゃうちのおばあちゃんに似てるんだよね、性格が。友達すみれ友達みたいね。確かにすみれ40歳。あー若いね。だってまるちゃんお姉ちゃんとかって6年生でしょ。12歳ぐらいでしょ。あ、5年生か、5、6年よね。で40歳か、若いね。うん、なんか面白いですね、国民的アニメの家族の年齢とかあんまり考える機会なかった。確か私んちのお母さんとか43でみかん、長女が高校生でしょ、高3とか高2でしょ。へえー、若いね。
昭和の設定、昭和の設定だからもう早いのかな。今ってさ、わりかしもう令和とか多分ほあんまりなんか結婚する年齢も遅くなってそうな感じするけどね。どうなんだろう。なんかどん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 結婚っていうよりかはなんだろう、仕事とかなんか自分生活中心になってるイメージがある。まあそれがいいのか悪いかは別として、うん、いい意味でも悪い意味でもって感じね。うん、あ、ポコ太郎が回し車回し始めた。でもね、部屋明るくしてるからちょっとあんま動かないかな。早く暗くしてあげないとね、活動しないんですよ。そう、活動してる。ポコちゃん。ポコたら全然動いてない。動きがノロノロですね。餌は何食べるの？ひまわりの種。ポコちゃん家に慣れてきた。なんかでもメンバーがすごい、あの千穂さんとかひなさんとか、ハムスター飼ってたメンバーがすごい教えてくれて、いろいろと。ひなさんとかと今日お仕事一緒だったんですけど、すごいなんか警戒して泣いたりとか噛んだりとかするんですよって言ったら、ひなはねなんかいっぱいハムスター飼ってたんだけど、あのねもうね触れ合わないとハムちゃんも慣れてくれないから、もういっぱい触ったらいいよって言われて、で確かにいろいろとネット調べててもなんか手のひらに乗せたいんですよ私。でなんかハムスターなんか警戒して噛むんですよね。噛まない子を最初は飼ったんですけど、なんか多分私が持ってくる段階、家まで運んでくる段階とかで多分ビビらしちゃって、振動とかでめちゃくちゃ警戒してて、だからなんかその調べてたらなんかいっぱいもう噛むだけ噛ませたらなんか噛んでもこいつは何もならないんだって思うとだんだんスルーしてくるみたいな感じで書いてあって、今日だからもう思いっきり噛ませてみようと思って、あの軍手買って手のひらに乗せたんですよ。そしたらもうありえないぐらい引っ張ってきたんですけど、だんだん飽きたのか、あの噛まなくはなりました。今日はねなんか手のひらでぼーっとしてた。軍手だからね別に痛くもないしね。そうなんですよ。最初ね店員さんとね噛まない子をね選んだんですけど、噛みましたね。まあ、噛んでも思った以上に力は強いなぐらいなんだけど、別に痛くはないぐらいなんだけど、でもそんなにまだねあの噛まってないですね。種あげるぐらい触れ合う時間、今はもう本当に餌をやるだけのマシーンとかしてます。でも大体のメンバーに聞いたらやっぱ2年ぐらいで亡くなっちゃってるから、ハムスター、やっぱそのぐらいなのかって思うとね、ちょっと寂しいんだけどね。いつまで一緒におれるか。鼓動がめっちゃ早かった。ドドドドドドドみたいな16ビート刻んでて、なんか ちっちゃい命が脈打ってた、うん、私が5年ぐらいまで生かしてあげたいと思います。遠征の時どうしてるの？遠征の時は
なんかハムスターを飼うってなった時にスタッフさんにその預けれる人を探してから飼いなさいって言われて、ほのたんさんが預かってくれるってことになりました。ほのたんさんも仕事の時はマネージャーさんに預けたいと思います。ほのたんさんに言ったらいつでもいいよって。あと他のメンバーもなんか結構餌あげたいっていうメンバーが多かったんで、他のメンバーにも頼みたいなと思います。そう。まあでも最近はそんなね、2、3日家を空けるってことがあんまりないから、広島でほとんどお仕事が多いから、多分大丈夫かなと思うんですけど。半日ぐらいだったね、全然ね。もうハムスター半日寝てるから。一日の半分寝て、一日の半分起きてるって感じだから。基本はね、私が家を出てる時、日中の仕事の時はね、大体寝てるんで、今んとこは大丈夫かなって感じ。でもこれからね、ちょっとどんどんね、忙しくなってったら、あれだね。今年は忙しいかな。今年ライブいっぱいしたいな。4月はココアさんの生誕祭に出ます。あと今度僕恋舞ちゃんの生誕祭くらいかな。あんまないね、そう思ったら。なんかレッスンとか結構あるんですよ、4月は5周年の。でもライブ、あとはバババババンビさんのとのバババンビさんとのフェスっていうかイベントに出させてもらうくらいかな。フラワーフェスティバルね、フラワーフェスティバルでも出演メンバーまで決まってないからちょっと分かんないんだよね。私最近全然イベントに呼ばれない。イベントに出たい。誰か沖ちゃん出せって言ってください。沖 ちゃんもイベントに出たいよって。ココアの生誕メンバー出たん、あでも私アンダーいないんですよね。 アンダーいないんだよね、マイカーは。呼ばれないね。そうなんです、最近私ワクワクしてるんだけどな。 おきちゃんを出せやーって直訴してもろて。確かに。 確かにって言ってもあれだけど、ワクワクして待ってるのに。ごめん。私も出たいのよ。確かに、直訴するべしなのか。いやさ、PR 舞台のさ、なんか追加情報みたいなさ、あれ見たん？したらさ、ピューロランドでライブって書いてあってさ、STU 全体で行こうぜって思ったんだけど、どう？ ダメかな？私、ピューロランド行ってみたいんですよ。プライベートで行けってことかな？いや、ピューロランドね、ちょっと憧れてるんだよね、最近。なんか、グッズ、私結構さ、サンリオ好きでね。しかもさ、なんかアイドルってよくピューロランドでライブしてるじゃないですか。 ピューロランドいいなって。行っちゃダメかな、私ついてったら怒られるかな。私みんなに言ってるんだよね、なんか PR 舞台にさ、参加してるメンバーみたいなさにさ、ついていったらダメって言ったんだけどさ、ダメって言われた。
でも私ついてったらダメかなって言ったら、ダメかなって言われた。全然荷物持ちでも行くんだけど、私ピューロランドに行きたい。しれっとね、ダメかなって言ってうん、ダメかなって言った。みーちゃんも入れなくてもいいからついていきたいって言ってた。もうプライベートで行くしかないですね。プライベートで行こうかな。サンリオの推しキャラクターね、なんかまいちゃんの影響でサム好きかな。まいちゃんと衣装さんがサム好きで、サムグッズは可愛いなって思う。個人的にはマイメロのアニメが好きだからマイメロなんだけど、なんかマイメログッズあんまり可愛くないんだよね。なんかグッズとしては他のキャラクターの方が好きかも。でもアニメ、サンリオのアニメだとマイメロ一択かな。なんかね、グッズのマイメロとアニメのマイメロちょっと違うんだよね。アニメのマイメロの方がめっちゃ可愛い。メロディータークとかマジ好きよ私マイメロ、可愛いよね。じゃあそろそろ、やばいやばい、男女読まなきゃ。それでは読みます。13位師匠さん、12位新潟のひろきさん、11位ささふくさん、10位くばちゃさん、9位ばんぼしさん、8位たおさん、7位ジリーさん、6位きのこみさん、5位ザックさん、4位おやじさんでした。13位クリームの皆さん、ありがとうございます。そして3位わらびもちさん、2位とうとうさん、1位りゅうさんでした。3位から1位までの皆さん、ありがとうございました。りゅうさん、ありがとうございました。急に時間が過ぎ去ってびっくりした。おやすみなさい、ありがとうございました。イエイ、また明日お会いしましょう。目覚めたわ、やっと。ダメだね、最近配信前ずっと眠いの。やっと目が覚めたよ。ありがとうございました。おやぽみー。おやすみ。ちょっと今充電で切れた。ありがとうございました。さよなら。まだ時間ある。長くない？1分が。